ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの奈良町界隈にありますレトロな借家物件のご案内です。まずは玄関から見ていただきたいと思います。この、ね、広々とした本当に趣のある玄関のスペースからですね、ここまで、ね、早速中を見ていただきたいと思います。まずこのキッチンスペースからですね、ここもすごい本当にレトロな感じがすごいね、この奈良っぽい雰囲気がいいですよね。で奥には、洗面所、大きな洗面台と室内洗濯機置き場がですね、あとお風呂がちょっとこういうなかなか珍しい感じで、こういうのもね結構奈良の街にはいい感じに。でお手洗いがこちらですね、タイルのねいい感じ でこちらがよいしょ、こういう中庭のようなスペースですよね。今度もね味のある雰囲気で、使い方はねまたこういう雰囲気が好きな方にはたまらないと思います。これ洋室ですね、フローリングが綺麗な。で2階がありまして、よいしょ、手すりもねしっかりとついてますね。上がりますと、ここは廊下のスペースがですね非常にドーンと抜けた感じで圧迫感がなくていいですね。で奥にはちょっとした収納スペースがありまして、まあ、何度のように使っていただけるんではないでしょうか。でこちら、ここは南側の洋室、約 7.5 畳の広々とした空間ですね。こうね、こういう、まあ、瓦の雰囲気とか味わい深いものがありますね。で最後に、2階にはもう一部屋ありまして、ここはもっと広いですね。8畳ほどある大きなフローリングの洋室になってます。まあ、前がもう市内循環、ね、バスがよく通るいい感じのところですね。この辺りにあるお店とかはねもう本当に趣もあって、またねそれをきれいに改装されてるようなところなんですけど、でこれも収納として使っていただけるんですけど、なかなか本当味わい深いですね。まあ、ちょっとレトロな感じにまたリフォームも加わってきれいにされてる、こういう奈良っぽい物件がお好きな方にはぜひお勧めさせていただきたい物件となっております。また弊社のホームページでぜひ詳細をご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の松木で皆様のご来店をお待ちしております。